新たに感染が判明したのは、0歳から90歳以上の147人です。保健所別では、高知市で43人、中央西館内で22人、旗館内で8人などとなっています。基礎疾患のあった90歳以上の女性1人が亡くなっています。県内の感染者の累計は、 十一万五千七百二十二人となりました。九十人が入院中で、重症は二人。中等症は一人減って十二人です。四国の感染者は、愛媛が四百二十人。香川が二百六十五人。徳島が百二十五人です。また、今年四月に三回目のワクチン接種をした。 県内の90代の女性が接種後、すぐに体調を崩し、体調不良が続いた後、先月上旬に死亡していたことが分かりました。ワクチンはファイザー製でした。死亡は県内18例目で3回目接種では3例目です。これまでの2例はいずれもモデルナ製でした。